どうも、静岡県住みます芸人、あっち、こっち、サコリッチです。今回はですね、我が町の牛肉料理ということで、僕は今ですね、こちら静岡駅に来ております。静岡駅といったらね、やっぱり新幹線も止まる大きな駅でございまして、県庁所在地でございます。徳川家康公の像があります。ここにですね、徒歩10分ぐらいですかね、その場所にですね、絶品の牛肉料理があるんですよ。これをぜひともご紹介したいんですね。もうとろけますんで。そんなお店をですね、今日は皆さんに、ご紹介したいと思います。静岡駅から正面の方を向いて、ずっと10分ぐらい歩いたところです。もうすぐです。それでは行きましょう。せーの、ほっ、よいしょ。はい、こっちの方にね、行きたいので、今から信号を渡って、突入していきたいと思います。あっち、あっちだから、よし、ここか。さあ、この通りをずっとまっすぐ歩いていきます。呉服町名店街ですね。ここはまだまだ進んでいきます。出ました、静岡市役所。静岡市役所が見えております。で、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ進みます。あー、やっと着いた。さあ、それがこちらでございます。ローストビーフ俵屋さん。ここのローストビーフが絶品ピンすぎるんですよ。こんな感じの店内でございましてね、とても清潔感がある店内でございまして、ここはね、個室もあるんですね。今日はその個室でね、ご飯を食べさせていただきます。俵屋さんのローストビーフは数々の賞にも受賞していて、こだわりにこだわり抜いた国産 A5 ランクを使ったローストビーフなんです。これが静岡市が誇る俵屋さんのローストビーフ丼でございます。すごいでしょこれ。 A5 ランクの牛肉を使ったローストビーフ丼、霜降りですよ。ローストビーフ丼で霜降りを使ってるって僕あんま見たことないですよ。いやー、おいしそう。タレをかけるとまた雰囲気が増して、さらに美味しそうに見えますね、これ。もうちょっと牛が溶けてきてますもんね、油が。こんな大きな、しかも霜降りのローストビーフが何枚並んでんのっていうぐらい敷き詰められてるわけですよ。じゃあこうやってパラ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 。うわー、完成した。美味しそう。いただきます。先にまずは味噌汁をね、いただきまして、うーん、赤だしの美味しい味噌汁、落ち着きますね。じゃあローストビーフ丼でいきたいんですけど、ちょっと切り干し大根もいっちゃいましょうよ。これも美味しそうだから。こういうとこのね、手作り切り干し大根絶対美味しいですから。いい味出してます。さあ、そしていきましょう。やっぱりこのローストビーフ丼、美味しいの間違いないんですが、いただきます。ローストビーフで口の中でとろけるってこと、味わったことあります？僕初なんですけど、美味しい。すごくいいお肉なんで、だからこうやって食べてると、そのご飯の熱でその牛の脂がどんどん溶け出してくるんですよ。牛肉の旨味もご飯に染み渡っていくんです、どんどん。美味しいです。でですね、ここ見てください。毎月29日のランチは、僕が今食べている丼が1000円で
食べられるんですよ。お得すぎませんこれ。お肉にこだわりを持っているので、はい、その時その時で状態のいいお肉だったりとか、はい、使わせてもらってます。あ、もともと俵屋さんはローストビーフ専門店のままでできたものなんですか？3年半前かな、はい、にオープンしてるんですけども、はい、母体となる本店がですね、はい、もう18年、9年前ぐらいですかね、はいはい、菊川市というところで産声を上げて、しゃぶしゃぶ懐石の専門店という形で、はい、まあ、そのお店でもステーキをやったりとか、すき焼きをやったりとか、はい、やっていくうちにもっとお肉を美味しく提供できないか、もっと何かいい調理法がないかっていうところで、ローストビーフというところに行き着いて。はあ、そうなんですね。はい、御前崎市というところに、はいはい、国道沿いに道の駅があるんですけど、はい、そこでラーメンも出してるんですけども、はい、もう社長がものすごく今ラーメンに、このお肉からラーメンにハマってしまってお肉からつかラーメンに、はい、ラーメンにハマってしまって、ラーメンもなかなか難しいですよ、はい、静岡で朝ラーメンっていう文化がやっぱり昔からあるので、はい、朝の7時から10時までかな、はい、限定で朝ラーメンやってるんですけど、かなり好評いただいてまして、はい、毎日それ味が違うんですよ。その日その日で、毎日違う味のラーメンを朝出してるんですか？そうです、毎日違った出汁を使ったり、毎日違ったトッピングをしたりとかっていう、ラーメンを覆さない、おー、とことん納得いくまでやり続ける、はい、それがたまたまラーメンだった。はあ、僕とも通じるなってなんか思います。ああ、はい、なんか僕このフルートをずっとこの番組では貫き通してるので、はい、それと同じ感覚なんだろうなって言って、うん、今すごく共感できてます。いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ美味しそうだったでしょう。ここで使ってるお肉は国産 A5 ランクのもも肉なんで、霜が降ってあると。お肉がいいだけじゃなくて、日によってはとても安い日もあるしということでね、本当に食べる人たちの味方のお店、勝ち組のお店なんですよ。静岡駅からも歩いて10分ぐらいで着きます。もうそんなに遠いと感じません。なんで静岡県に遊びに来た際はですね、こちらローストビーフ俵屋さんでご飯を食べてみてください。いや本当に食べたらですね、吹きたくなりますよ。